今旬の方や気になる方をお迎えしてお送りするゲストなんですが、今日お越しいただきましたのはシンガーソングライターのゆりかさんです。しまう出会った頃の二人、笑顔の写真くっきり見えないのは、あなたが夢中な光るカメラのことのメッセージも、未来も見たくないもの未来よ、知らないでいいこと知らぬようにわざとずらしてたビート、なのにメリー入ってくる幸せそうに送りしているのはゆりかさんでレンズという曲でございますが、はい、ゆりかさんこんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。うわー、もうほんまね、ごめんなさいね、ちょっともうあの僕ね、月に1回しかこの番組出させてもらえないんですよ。もらえない。なんでここで急に文句言って普段は南光師匠がね出たはって、はい、で南光師匠の時は、はい、なんかゲストがね、はい、女性のゲスト多いねん、僕も家でずっと聞いてんねんけど。そうかな。そうですよ。で僕の時は、うん、なんかほぼゲストなしの日が多かったり、うん、来てもなんかおっさん来たり、おっさんとか言うな、おっさんとか言うな、来てもらったおっさんに言うおっさん言ってるやんか。いや今日は本当に嬉しい、うん、嬉しいです、はい、ありがとうございます。何もっと言いたいことあるんちゃいますか。それだけ、いや言いた、言いたかったけど、素敵な方が来ていただいて、いただいて、もっと言いたかったけど、それだけその反応、喋りたいなと思って、ええ、はい、早く喋りたい、黙って黙ってって、はいって言われても、はい、何喋っていいかわからないですよね。いや、そうですね、ゆりかです。このね、はい、あのお声聞いて、はい、ね、分かられた方多いと思うんですけども、はい、あのまずプロフィールちょっとご紹介しようと思うんですが、一番分かりやすいのはあれかな、うん、2020年に ABC テレビのオーディション、はい、おはワングランプリで353曲の応募曲の中から自身が書き下ろしたまぶしあさひが見事グランプリに選出、おはようあさひですのテーマソングとして2020年から2022年の2年間にわたり関西地区で朝の顔となると。はい、せやからね、まあ、だからちょっとみんな、ね、声聞いたことあるなっていう、思いっきりもこタクヤ君のことばっかり言ってますけど今。ほんまに、まあそれでもやっぱ関西おはようあさひですも出たいですよ。いや出たいええねん。えあのね、よその曲に出たがるのやめなさい。なんや言うた出たがるな、出たがるから、ほんまにとりあえず言うとかな。せやけど、まあ、関西ではやっぱり、はい、ああこのあの曲歌ってるっちゅうのが、はい、やっぱこのこれ選ばれてからちょっと人生だいぶ変わったんちゃいます。そうですね、本当に、まあ、今までも結構精力的にあの活動してたんですけど、うん、このおはよう朝日ですって、まあ、今日決まったことから、うん、本当にたくさんの人に知っていただきましたね、うん、いやそうですよね、はい、本当これ、え、このおはワングランプリ、はい、353曲の中から、はい、はあ、それだけ応募があったのかな。そうなんです、これもコロナ禍で応募があったんですけど、はいはい、もうこれもミラクルで、もうまさか、あのなんかコロナ禍でライブもできない時だったんですけど、でもなんかチャレンジしてみようと思って、まあ、むずいやろな、絶対無理やろなと思ってたら、まさかの。いやいやいやですね、こう
また関西の朝に元気を届けていただいたっていう感じですよね、僕らからしたら、ね、この歌声でね、ほいで、ご出身が、あ、ご出身が、ご出身が自分で、すいません、おもろいな、神戸です。あ、神戸で、はい、神戸、今もずっと神戸、今も神戸に住んでます。結構あれでしょう、はい、最終電車乗り遅れる人多いです。いや、わしや、ね、わしや、それはわしや、京都まで帰らないから、最終電車、そうですね、神戸に住んだったら大丈夫。うん、大丈夫よね、はい、でも神戸から、はい、京都に来るってどんな感じですの、はい、もう旅行ですね。そう、京都駅に着くだけでワクワクするのと、うん、あとさっきも間違えたんですけど、うん、エスカレーター左なんですね。あ、そうそうそう、そう、これ京都から切り替わるんですね。切り替わるんちゅうことね、関西の中で京都だけなんですよね、あれ左は。いや、だから結局、うん、大阪の勢力がどこまで及んでるかっていうことで。そう、なんかあの東京は、はい、左足ね、はい、そうです、そうです。あの大阪ぐらいなんですよ、右に乗るっていうのは。あ、逆に、でも神戸も右ですよ。いや、だからもう大阪の勢力下にあるわけです。なるほどです。え、滋賀とかはどうなんですか、うん、多分左やと思いますよ。あ、左なんですか。でも最近大阪に通勤してる人多いから。そうでしょ、滋賀から。そうでしょ、だから大阪の影響下にあるかもしれへんけど、滋賀。なるほど。そうそう、滋賀も多分そうやと。でも京都もじわじわ右乗りが増えてきてるんですよ、うんうん。そうなんですよ。前も話したんですけど、うん、はい、長岡天神とか、うん、桂はもう右に支配されようと。支配、大阪の勢力で。もう飛んで埼玉的な、そういう、ね、あの、どの県がどうやっていうところでいくと、はい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 、京都のこのエスカレーター左に乗ろうっていうのは、はい、もう死守したいところ。なるほど、あのね、そんな話どうでもいいですよ。どうでもいいんですよ。そのだって京都来てどうですかって、その話するからや。まず感想が、そう、一番の感想が来るよ。そうそうそう。いや、でもなんかワクワクします。あのさっきタクシー乗ってても、なんかタクシーの運転手さんもめっちゃいろいろ説明してくれて、うん、ここは何とかの寺でみたいな、うん、言ってくれてて、それ間違って観光タクシー乗ってた。観光タクシーやったんかな。そやわ。そやわ。でもなんかあれでしょ、ワクワクします。ベイさん嬉しいんでしょ。何がですか。なんか共通点がいろいろある。そうなんですよ。あ、本当ですか。プロフィール見させてもてたらね、はい、好きなものが、はい、これもおもろいな。なんかこんなあんまり、なんかこのビジュアルの人が書かへんけども、うん、焼肉と、まずこれがいいですね。あ、焼肉大好きですね。親近感、はい、昨日も食べました、ね、昨日も食べた。カフェラテと、カフェラテと、まあ、これなんか可愛らしくて、あと猫、あ、猫、猫好き、はい、猫大好きです。この人もう X で猫の写真ばっかり上げてはりますね。あ、猫買ってはるんですね。もう猫のバーターとして売れていくバーター、うん、猫がメインで。最近猫関係の仕事もね、ありますもんね。猫、そうそうそう、すごい。猫買うてはるんですか。猫、ね、飼ってたんですけど今はいないんですけど、はい、でももう動画見てるだけで癒される。あ、なんか最近は猫ぬいぐるみ握りしめてる。あ、握りしめたかも。抱きしめてます。首締めたりしたらあかんからね。ちょっとイメージね。ちょ、自分で言うと気づいた。面白い。面白いですね。はい、なんかいや、喋りもね。で、僕もあの YouTube でいろいろちょっと勉強させてもらって。 ありがとうございます。はい、いや、面白い。あのライブの間のね、はい、MC も、はあ、これやっぱ関西の人特有な、あの MC になんかね、はい、すごく面白いこと言うの。なんか面白いこと言ってました。言ってましたよ、なんか。でなんかその他のギターの人に突っ込まれてましたよ。そうなんですよ。やかましいわ。ギターの人も面白いわ。やかましいわ。いつも突っ込まれてます。わけわからんことばっかり。やっぱりあれ、はい、しゃべりたいんですか。曲、あの歌うよりしゃべりたい。あ、でも喋ってること多くて、ええ、なんかワンマンライブも前あったんですけど、喋、はい、りすぎて30分ぐらい押しちゃったんですよ。面白いわ。しかもカメムシの話とか。なんでカメムシ、どうでもいい話ばっかりしちゃう。大量発生。大量発生の話とか。なぜどうやって家の中に入ってくるかとか、いうのを自身最大規模のワンマンライブで。やりましたね。話し合いです。それで30分押して。押して。いいですね。そう。やらかしてますね。でもね、着実に、ステップアップを、はい。していらっしゃる。そうですよね。ゆりかさんですけれども。うん、はい。なんと、先月11月14日には、デジタルシングル、フォステップでメジャーデビューを果たされました。おめでとうございます。ありがとうございます。これはそうやから、ほんまミュージシャンの人ってね、はい、あの、すごいのが、まあ、活動はずっともう何年前からされてたんですか。ずっと、おいくつの頃から。そうです。7年、8年ぐらいです、うん、前から。ずっとやってはって、はい、まあ、自分ではその曲を作ってね、はい、そのまあ、なんちゅうの、シングル出したり、うん、そのね、アルバム出したりしたはったけども。手売りで、はい。手売りで、メジャーデビューっていうのがまた、
そうやから8年ぐらいやったって、ここでメジャーで、はい、すごいことですよね。メジャーリーガーですよね、もう。メジャーリーガー、すごいかっこいい。ね、でも誰もが絶対にもうなりたいメジャーアーティストだと思うので、はあ、そうですよね、はい、私もほんまにあのメジャーデビューしたいみたいな、うん、壁に貼ってたので、あメジャーデビューするみたいな、どうその夢が叶ったら、その壁に貼ってたメジャーデビューするっていうのはデビューしたじゃないですか、はい、どんな心境なんですか。もうデビュー、でもなんかちょっと驚きと、うん、でもあの頑張るぞっていうのと、うん、なんでそれが決まった瞬間も嬉しいなんですけど、うん、もうそこから嬉しいのは一瞬で、うん、もうそこからはほんまに頑張るなみたいな感じですね。そらプレッシャーもこれまで以上になるやろしね。うん、はい、まあ、ハードルも上がると思うんで、頑張るぞって。でこのデジタルシングルが、はい、フォステップっていう。はい、フォステップっていう曲なんですけど、はい、はい、言いにくそうですね。初めて聞いた言葉なんですよ、うん、そうなんですよ、うん、これ造語で私が勝手に作った言葉なんです。あ、そうなんですか。そう、あの PHOS がまず、フォスがギリシア語で光っていう意味で、うん、ステップが英語なんですけど、うん、それうんって合わせて、うんってフォステップ。関西の人って擬音が多いですね、やっぱり、ね、合わせるのにうんって合わせて。アポペンね。あ、そうだ、いやいや、それが出てきちゃいました。先輩のアポはアポペン、うん、やね、プッパッパ、いや、まあそれはいいんですけど、それはプッパッパはいいんですけど、はい、すいません。あ、それでつまり光の歩みということ。そうです、あの本当に一つの目標としてきたメジャーレビューが、うん、本当になんか光の中へ歩んでいくイメージだったので、うんうん、光の一歩っていうイメージで、あ、イミジェ、ね、あの今ジェ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 が流行ったからね。10年ぐらい前にジェジェジェ、これ東京の人だったら絶対ね、ちょっと噛んでもね、もうそのまま流してたと、噛んでないみたいな顔してたと思いますけど、うん、ちゃんと噛んだことも報告するというのが、ありがとうございます、ね、そんなゆりかさんのライブ、うんはい、決定しておりまして、はい、フォステップリリース透明神ツアー神戸編、はい、先生堂々光り輝くことを誓います。ええタイトルやまたこれ、ありがとうございます、うん、これちょっと言ってもらいたいですね、こう先生って言って、あ、これ言ってもらいたい、先生どうぞ光り輝くことを誓います。ちょっと噛んでますね。ほんまやね。そこを噛んだあかんとこちゃうかな。自分でほんで言わなくていいんだから、ツアーのタイトルやから。やそうね。ね、で関西では来年になりますが、はい、2月5日、はい、ゆりかさんの地元の神戸、はい、ミュージックズー神戸、太陽と虎にて、はい、え、太陽と虎っていう、そうですね、ホールっていうか、ライブハウス、ライブハウスなんや、あるでます、あ、はい、で、チケットの一般発売がもう間もなくでして、はい、明日からです。なるほど。12月9日からということなんですが、はい、さあこのツアーどんな内容になるんですか。カメムシの話とか、カメムシの話とか入ってくるんですか。もうするかもしれないですね。嘘、もうええよ。もういいですね。シーズンちゃうからね。もう、あ、そっか、もう終わってるんですね、うん、はい。まあ、この、いつもなんかギター持って歌ってるんですけど、ワンマンライブとかバンド編成で開催させてもらうので、はい、うん、あと初の地元神戸のワンマンライブなので、はい、上映錦や、うん、神戸ならでの大事なフルバンド編成のワンマンライブにしたいと思ってますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あともう一つなんですけど、はいはいはい、1月14日にも名古屋でも、うん、一応名古屋編のワンマンライブもあって、はい、うん、そのなんか先行チケットも明日の12時からか。じゃあもう合わせて、はい、名古屋ど、なんちゅうとこですか。名古屋サンセットブルーになります。サンセットブルーで、うん、名古屋は京都の人からしたら、うん、名古屋近いですよ。いや近いです、近いです。新幹線で35分やから。そうそうそう、35分なんです。うん、そう、じゃあ神戸は、あ、そっか、電車で1時間ぐらいかかりますかね。うん、まあでも新幹線乗ったら30分なんや。そうそうそう、じゃあどっちも30分。神戸行こうとしたら30分。そうそうそう、名古屋行こうとしたら35分。そうそうそう、両方行けるちょうど中間の京都、めっちゃええとこ、めっちゃいいとこですね。ねえ、そうそうそう、すごい。いやそれとね、ほんま YouTube で見してもうててもね、こんなね、うん、ですごいお声も優しいし、うん、 そうね、そのね、歌の声もすごい優しいねんけど、うん、ただめっちゃパワフルなんですよね、このお声で。めっちゃパワフルやから、すごい。で、生ギター叩いてね。あんたのこと言うと、一言みたい、誰の話ですか。ちゃうね。ありがとうございます。面白いな。YouTube もね、ね、なんかいいですから、あれ、ぜひともみんな。そうだそうだ、メッセージ来てるんですよ、はい、ゆりかさんに。ありがとうございます。ゆりかさんの歌声が京都のホールに響き渡る日を楽しみにしておりますというのは、孝太郎さん。はい、
それから西宮の奥丹さんは、はい、ゆりかさんメジャーデビューおめでとうございますという。あ、もう勘でも言わへんやろ。映ってきた。勘でも言わへんやろ。ゆりかさんはこれあれね、感染すんねんな。いやいや違うわ。結構感染するんですよ。噛むのは元から噛んでる。カムムシの方は。カムムシ。ゆりかさんはクリスマス年末年始はどう過ごされるのですかというこの奥丹さんからの質問ですね。はい。年末年始も結構ライブですね。うん。あ、そらそうですわね。はい。ね、うん。まあ、こうやってね、皆さん応援していただいて、メッセージもいただいておりますけれども、あの、ラジオをお聞きの皆さんに、はい、ゆりかさんからメッセージいただけますか？はい。ありがとうございます。今日初めて、聞いてくださった方ほとんどやと思うんですけども、うん、メジャーデビューシングル、フォステップ、リリースされたのと、これから頑張っていきますので、ぜひ、今後ともよろしくお願いします。はい。はい、またね。南光さんの時にも遊びに来てほしいですね。いや、まあ、もう大喜びやと思います。嬉しいです。もうほんまに大喜びやと思います。いや、大喜びやと思います。大喜び。喜んでる顔が目に浮かびます。はい。それでは、ゆりかさんの曲をお送りしながらお別れとなります。ゆりかさんから曲紹介をお願いします。はい。こちら11月8日にリリースされたメジャーデビューシングルとなっております。これから正々堂々光り輝いていくぞという決意を込めた歌です。ゆりかで、フォステップ。誰もいない。